お名前の方をお伺いしてもよろしいですか。はい、本田正義と申します。はい、職業の方は画家さんとかなんですか。いえいえ、私は日本で歯科医師をやっております。歯科医師なんですか。はい、この企画についてはどこで知ったんですか。はい、私の患者さんの武藤マリアさんから紹介されました。はい、でそれで興味を持って、はい、今日はこの企画に参加したということなんですね。そうです、そうです。わかりました。これはご自分で絵を描いたんですか。はい、先生に手伝っていただきながら、はい、自分で描きました。マックス・スコブリンスキー先生の指導のもとで描いたということです。そうです。はい、何時間ぐらいこの絵にかかったんですか。4時間ぐらいで描けましたね。4時間、結構短いですね。はい、いや、すごく短いです。まあ、難しい感じ の、 その雪の降ってる感じとかもしっかり出てるんですけど、はい、こちらの絵を、まあ、手伝ってもらったと思うんですけど、自分のご感想とか、描いてみてどうだったかとか、そういう感想があれば、ぜひお伺いしたいんですけど。はい、私初めて油絵を描いたんですけど、で最初はすごく不安な気持ちで描きましたけども、はい、先生のご指導がすごく良かったんで、はい、後で見て本当にびっくりするぐらいによく描けてるなと思いました。はい、それとご指導いただいたんで、はい、後でまたこう自分でも、描けるんではないかなと、はい、そんな気持ちになりました。はい、そうですね。ありがとうございました。はい、またこの企画があれば参加したいと思いますか。もうぜひ参加したいし、みんなにも教えてあげたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい。